世界信仰文明教団。世界真光文明教団は、岡田良一、光玉が設立した新宗教。本部は、静岡県伊豆市にある。手をかざして、最悪を払うとする、信仰の号と、心理消防という教えを軸に活動している。日本を中心に、台湾、アメリカ、メキシコ、アフリカに、支部、中国を含め世界各地に道場がある。 陸軍の元軍人で実業家であった岡田光玉が1959年58歳の時に5日間高熱に浮かされ2月27日に神の啓示を受けたという主の神から先駆けのメシアという役目を与えられた岡田は実業家の仕事を続けながら LHO 講師の友を立教し宗教活動も行った1963年に教団名を 世界信仰文明教団に改めた。初代教祖、教え書の岡田は一時でかざし、条例を行う世界救世教の有力信徒であり、手かざしを含め、二つの教団の教理、儀礼には共通点が多いと指摘されている。ただし、教会ごと脱退したわけではないので分派とは、されていない。信仰は、次第に信者を増やしたが、宗教学者の島田博美は、 その教えがシンプルで、競技や戒律はほとんどを問題にしないことが広く、受け入れられた原因だったと評している。1974年6月23日に、岡田光玉は死去し、後継者をめぐって、幼女の岡田恵玉派と、幹部信者の一人だった、関口栄派に分裂、裁判になり、1978年に、最高裁判所は、 生前の使命によるという関口の主張を認め、関口が2代目教主に就任。めぐみ玉は同年に高市教信仰を創設した。世界信仰文明教団と高志教信仰の協議、儀礼の大きな差はない。世界信仰文明教団は、現在は関口境の息子の関口勝利氏が3代目を継承ている。 1987年8月23日には、静岡県伊豆市に本山である主アキラ一大ジングル、スノヒカリヒヨカムノミアを建立。1989年には幹部を養成する、高市教実践養行大学、現養行大学を開校している。2009年8月2日には、立教50周年大祭が行われた。競技は、集合的で、 神道の要素が多く、千年王国主義的な面を持つ。世界は、多くの層からなる地獄、肉体界、アストラル界、霊界からなり、頂点に主神があり、幾く柱かの、主な神々が補佐するとされる。人間は、霊体、幽体、アストラル体、肉体の三位一体の存在で、霊が主で、幽体、心が、十、肉体が属の関係であるという教義であり、 これの上に手かざしが成り立っている。ほとんどの病気、災い、経済上や人間関係の問題は、魂の曇りから発するものとされている。少なくとも8割、ほぼ全ての人間が、霊に、憑依されており、霊に、憑依されている人は霊障にあっており、不幸であると考える。憑依する霊は、害を受けた者が恨んでつく、恨みの霊。 正しい先族用が行われていないため誘拐で苦しみ迷い出た先祖の霊。先祖用がおろそかであることによる守護力の低下、本人の霊が弱っていることによる無関係の霊の憑依があるとされる。先祖用が重視され、遺廃を存在に扱うと、先祖がアストラル界で苦しみ、子孫に病気や不幸をもたらすとされる。講習を受け入信することで、お清め、または 信仰の号と呼ばれる手かざしができるようになり、これによって人間、動物、植物、物体、空間などへのお清めを行うことができるとされる。手から発する神の光が受け手の体を通り抜け、受け手の霊的な汚れを消し、病気のような汚れの肉体的現れも取り除くことができると信じられている。病気直しではなく患者の霊的な体を清める行為であると、 されている本来人間は神が人に権限、変化したものであり、世界ができた、当初人は神、フッツそのものであったとする。宗教の役割とは、人間にもともとある神聖を開発、復活させることであるが、多くの宗教は哲学化し、本来の役割を果たしていないと考える。1、2年の修行で奇跡の力を手に入れることができるのは、 人が本来神であるからであるとされる。関口久氏は、人が宗教を求めるのは、奇跡と救いを得るためであり、生きた活動をする本物の宗教では、奇跡は、日常的に起こるべきであるという。教え主は、主神と人々の接点であり、その霊体は、無線伝信の中継局の役割を果たしているとされる。教え主は、神が決めるとされる。教え主は、他の信者とは、 段違いの力を持ち、2キロ四方の沖埋めができ、天候を左右し、雨を止めたり霧を晴らしたり、台風割りができ、触れた人の病気が治ることもあるとされる。信仰の行、手ざしと消防の教えの実践に励み、病、貧、層、災いより解放され、県、無病化、は、無対立、富、脱貧を実現することによって、地上天国文明を建設するとしている。

同時に抜けるのも簡単であるため、組織の勢力を保ち続けるのが難しいと述べている。島田は、信仰系諸教団は、スピリチュアルブームの先駆けとなったと評価ることもできると述べている。神が汚れた人類を、大そぎする、火の洗礼大、大地震、大爆発、大洪水などの自然災害、核戦争、最終戦争があると信じられている。地球温暖化、 自然破壊は、火の洗礼の時代が始まったことを示しており、利己主義と物質主義から目覚め、世界の刷新に備えなければならないと考えられている。主神は、すべての人類を滅ぼすのではなく、岡田光玉によって、火の洗礼を乗り越えた先の新しい文明のための種人を残そうとしており、この種人をなるべく多く用意し、火の洗礼の後に、新しい文明を築き、 主神の教えを実現することを目指す。手加差しは人間に世界への刷新の準備をさせるものと考えられている。火の洗礼の予言はオイルショック以降の世界の終末を恐れる若者たちを教団に引きつけた。新仰系諸教団は珍しく若者の参加の大い新宗教として一時期注目されていた。ノストラダムスの大予言で世界の終わりとされた20世紀末が、 過ぎた後は、予言の求心力は低下した。主な祭人は、この二神であるが、教団の協議によれば、神は、一神で他神で半神とし、多くの神の存在を認めている。なお世界信仰文明教団では、信仰ではなく、神様へ向くことの意味で、神向きと記している。また信者を神と手を組むという意味で、神組手と呼ぶ。 信仰の述べる歴史は次のようなものである。巣の大神が世界を創造し、神々を作り、無大陸に、鬼人、赤人、白人、青人、黒人,黒人の五色人という世界人類を作り、神々が天祖、高祖、人祖を祀った。無大陸は陥没し、五色人は世界中に散った。日本は無大陸の残った山頂で、日本人は五色人のうち、 気人の直系の子孫である。万世一系の天皇は、世界創造以来の、全人類の王党が続いたものである。古式人のうち、南米に上陸し、インカ帝国などを作ったのが、アメリカインディアン、西に向かったのが、朝鮮半島、アジア大陸中央、インド、西アジア、ユダヤの人々であり、釈迦の教えも、イエスの教えも、古式人の血肉の兄弟の教えである。 全人類が日の元の国に集って霊的新聞名を築く仕組みになっているという。信仰は大元の神話を継承、発展させている。信仰では人類誕生から天皇制まで全て日本が世界の中心に位置づけられている。金沢大学の中村信弘はこのイメージは 高度経済成長期の日本経済を反映した日本人のアイデンティティの世界的拡大に関係していると想像できると述べている。信仰の天皇制は、ムー大陸の実在を主張したジェームズ・チャーチワードや長古代史を記した竹内文書の影響を受けており、神武天皇の前に数十代の天皇がいたとされ、現実の天皇制とも、危機神話の天皇制とも異なっている。 極端な日本中心主義と日本のもとで世界民族が共存するというコスモポリタニズムがあるが、世界の把握は象徴的で具体性に欠ける面がある。世界性は儀礼にも反映されており、立春大祭は人種、国境、宗教を超えた人類の祭りとしてヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、アジアの信者も参加する。中村信弘は、 岡田光玉の国粹主義的言説には、特有の改革とディタッチメントがあり、超古代論のオーディオビジュアル文化的な現代的、発展、古代ピラミッド、UFO、ノストラダムス等の始祖的な存在となっていると述べている。不幸の原因を、例の憑依であるとして、条例で例の触りを取り除けると考え、その方法である手かざしを、信仰の技と呼んだ。 信者が対象者の前に座り右手を額の前にかざすと悪霊が動き出す。霊道が起こって浄化され、不幸が解決するとする。釈迦やキリストが行った奇跡の号と同様の行為で、あるが三日間の初級の研修で誰でも可能であるとされている。これが信仰の救済のシステムで非常にシンプルなものである。研修の最終日に入信と同時に、 おみたまというペンダントを授けられ、これに生命力の根源とされる清めの光、信仰が受信され、その力が所有者に与えられるとされる。神から注がれる信仰は通常でも受信しているが、おみたまも持つことで受信する力が格段に上がるとされている。手かざしは、おみたまなしでもできるが、効果が大幅に増大するとされている。すべての信者の力は同等ではなく、 初級、中級、上級の講習会で与えるおみたまの大きさは異なり、与えられる力も異なる。役職につくことで力が高くなることもよくあるとされる。信仰の手かざしは、大元の未手大世界旧聖教の条例につながるものであると考えられている。宗教学者の島田博美は、信仰の号と霊道の関係は、野口春地下の野口生態における、雪と、 勝本を宗教的、霊的に解釈したものであると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。